皆さんこんにちは、どうもハイチーです。今回は特別な場所にお邪魔しております。群馬県立自然史博物館で開催されているポケモン化石博物館でございます。で、今日はですね、私一人ではなくてスペシャルゲストお二方来ていただきましたので、すみません、自己紹介をよろしくお願いします。ポケモン化石博物館のですね、総合監修、しております。一番最初にですね、ポケモン化石博物館、発案してですね、ポケモン社にも提案させていただいて、はい、展示のテキストなんかですね、書いたりとか、いろいろ総合的に、制作させていただきました、相葉と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします、こちらの博物館で学芸員をしております、先ほど相葉さんが総合監修ということで、私も一応監修のお手伝いをしたという、高桑雄二と申します。はい、よろしくお願いします。どうも、天の声のハイチです。今回ポケモン化石博物館にはなくてはならない相葉博士と高桑博士に展示室の中を案内してもらうっていうめちゃくちゃ贅沢な経験をさせてもらいました。ちなみに相葉博士はものすごい行動力の持ち主で、この企画を思いついた時にどうしようって思ったらしいんですよね。そこで取った行動がポケモン社さん、会社のお問い合わせフォームに企画を送ったそうなんですよ。そこから話が発展して、このポケモン化石博物館っていう大きな企画になったそうなんですね。そんなポケモン愛、そして化石愛にあふれたお二人の話が聞けますので、ぜひ楽しんでみてください。ちなみに最後に私サプライズ仕掛けられてますので、よかったらそちらもご覧いただけたらと思います。では本編参りましょう。ポケモンのですね、世界には不思議な生き物ポケモンがね、はい、たくさん存在してます。今1000種類ぐらいですよね、うん、1000種類ぐらいいると思う。そっか、そう増えましたね。そう、 1000の大台超えたんですよね、最近、はい、その中にですね、はい、発掘した化石から蘇らせることで、はい、仲間にすることができる種類いますよね。いますよね、はい、そのポケモンのことをですね、この展示では化石ポケモンって呼んでるんですけども、はい、まあ、その化石ポケモンとですね、私たちの世界で実際に知られている絶滅した古生物、はい、例えばここにですね、紹介しているのがティラノサウルスっていうんですね、はい、とても有名な恐竜ですけども、はい、まあ、これとそのポケモンの世界の化石から復元されるガチゴラス、はい、お互いにすごく似ている、うん、はい、ポケモンと古生物をですね、はい、比較をして、どんなところが似てるかなっていうのとか、はい、逆にどんなところが違うかなっていうのを、はい、発見してですね、でそれらがですね、その違いにどんな意味があるのかっていうことを、まあ、学んでいくことでですね、まあ、ポケモンにも詳しくなれるし、うん、古生物学にも詳しくなれるっていうですね、はい、そういう展示会に、はい、なってます。まずここのその一番最初に入ったらですね、はい、ポケモンの世界の、はい、化石の研究と私たちの世界の化石の研究を、はい、まあ、比較するっていうですね、これ多分見覚えあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、これ選ぶやつですよね選ぶやつ、迷うやつ。ハイチさんどっち選びました？ちなみに私多分最終的にカブト選びました。あ、カブト選びました、はい、カブトプスかっこいいですからね。そうなんですよポケモンの世界で、まあ、化石をまず手に入れますよね、はい、でその手に入れた化石、はい、この特別展でですね、初めてこう立体化していますけども、すごい、これ貝の化石の模型ですね。じゃあこれを選んでたんですね。そうですね僕は貝の化石派でした。あ、ということはオムナイとかオムナイとかです、はいはい、でポケモンの世界ではですね、はい、研究所に持っていくと、はい、化石復元マシンっていうですね、はい、すごい現代の科学力を使って、はい、生きているそのポケモンとして復元することができて、うんうん、でこう、まあ、これ模型だからね、今ちょっと動かないですけども、はい、動いている、命のあるポケモンとして復元されて仲間になると、はい、いうのがポケモンの世界の化石の復元の研究ですね。で進化するんですね、そこでオムスターそうですね結構でかいですよね。大きい、そう、これ画面じゃ伝わんないんだろうな。これ実物大ですよね、うん、あ、実物大なんですか。そう、これゲームにと登場してるですね、書いてありますもんね、サイズ、はい、オムスターってこんなでっかいんですか、ね、高さが1メートルだからちょうど、そうそうそう、うん、ちょうど1メートル。そうなんだ、これでハイドロポンプ打たれるんですね実際にポケモンの世界でいるポケモンがこの世界にやってくるとどんな風に見えるかっていうのが分かるっていうのが、やっぱりこの展示会の楽しみの一つかなって、うん、パネルがこう並んでて、はい、ポケモンとそれに似た古生物が、ね、こう並んで展示、並んで展示している。なるほど、はい、実際に見つかっている化石をこうやって展示してて、うん、化石も種類がいっぱいありますね。そうですね、まあ、一言でアンモナイトって言っても世界で1万種ぐらいいるんで、
1万種いるんですか、アンモナイト。アンモナイト1万種いるんですよ。これ10種類全部アンモナイト、ね、そう、これ全部アンモナイトです。こんなちょっとヘンテコのやつもいたりするんですよね。これもアンモナイトなんですね。これもアンモナイトなんですよ。展示にはですね、あんまり書いてないんですけども、はい、なんかちょっと楽しみ方としてはですね、はい、たくさんアンモナイト並んでるじゃないですか、はい、この中でこうどれがあのオムナイトに似てるかなとかですね、あ、はい、なるほど、一番いろんな形あると思うんですけども、はい、その中で何が似てるかなとかっていうのを考えてもらうとですね、うん、きっとね面白いと思うんですよ。つながりを感じますもんね、うん、そう、こうやってなんかその、ね、比較をするたっていうその目的が出ると、はい、その普通に観察するよりも、はい、あのより細かく見ることができる、いつも、ね、そうですね、発見できない発見に気づけるとかっていうことが多分あると思うので、なんか普通に見ちゃうと、あ、そうなんだ、ふーんで終わっちゃうところがちょっと一歩止まってみようとしますよね、きっと。そうです、そうです、はい、それをちょっとね狙ってます。なるほど。アマルルガの方はこちらツンドラポケモンでしたよね、はい、で その、まあ、それに似た姿をしてた恐竜というのが実はいて、このアマルガサウルスという恐竜になります。まあ、4本足のメール竜脚類という、うん、あの大型化するタイプの恐竜なんですけども、これだと13メーターぐらいあるのかな、うん、ありますけれども、あのこの首のところにあの、はい、ずっとですね出っ張り、骨の突起とか、まあ、極突起と僕ら4つの呼びますけども、はい、普通一本の巣が2つに分かれてそれが長く伸びているのが、はい、他の竜脚類だとこれがもう一本になっちゃって、あのそんな長くないんですけども、はい、このアマルガサウルスとかそれに近いグループはこれが2本に分かれてしかも長くなるように進化してるんですね、はい、ポケモン図鑑に出てる情報のみ基本的に参照してるんですけども、はい、もう全部その今まで発表されているそのゲームの解説文全部見て、はいはい、めっちゃ勉強 しまくりましたね。ポケモンのそう、あ、この記述はもしかしたらこういうことを意味してるんじゃないかみたいなことを言って、それでその一文の文にしたりとか、あとアマルルガはですね、はい、その感情によって色が変わるっていうのは、はい、これ実はですね図鑑の説明には確かなくって、あ、そうなんですね。そう、でもそのゲームの中でそれその色が変わるっていうのを確認できるんです。あ、そうかそうか、はい、戦ってこう技を出すときに赤くなったりとか、あとその倒れる瀕死になるときにですね青くなったりとか、やっぱりそういうそのゲームの中のポケモンの動きなんかもですね一つ一つ全部見てですね、はい、それでこの展示作りました。なるほど、こういうことなんだろうって解釈をつけるんですね。そうで、でポケモンさんにもですね、はい、もちろん監修していただいて、はい、でやっぱりあのこれは解釈違いですよっていうところもあったりはするんですけども、うん、それであの監修して、そう、正しいというか、なんだろうな、お墨付きをいただいた解説文になってますのであのぜひちょっと楽しんでいただければ。アイバー博士、じゃあこれをやることによってめちゃめちゃ詳しくなったってことですよね、ポケモンについて。そうですね、化石ポケモンについて一番詳しいですよね、間違いなくもう化石ポケモン博士でございます、はい、これはものすごい目を引きますけどもガチゴラスっていうポケモンと、はい、チゴラスっていうポケモンと、うん、それからティラノサウルス。あ、これティラノサウルスなんだ、はい、恐竜ですね。これも群馬の、これも群馬からお返し、巡回して今してるやつですね、久しぶりに帰ってきましたお帰りなさいですね、うん、え、ガチゴラスってこんな大きいの、うん、暴君ポケモン2m50cm、はい、高さがそんなにあるんだ、はい、ガチゴラスってすごく面白いポケモンなんですけども、はい、これちょっと骨だとわからないんで、こっちのあ、こっちはガチゴラスとティラノサウルスが並べて展示してあるんですね。並べて展示してあるコーナー、あの解説してるコーナーですけども、はい、これ見るとですね、あの襟元と顎のところに白い、はい、ふさふさのですね、うんうん、ものが見える。はい、ありますね、はい、これね、あの羽毛のような毛ってあのポケモン図鑑で表現されてるんです。もしかしたら太古のガチゴラスには全身にあったかもしれないっていうですね、はい、そういうその、ことをポケモンの中の世界の学者の中に言ってる人がいるみたいな。あ、ゲームの中で、ゲームの中で、はい、っていうですね、そういう説があるっていうのが、ね、図鑑に書かれてるんです。ほうほうほう、もしかしたらこの羽毛が全身にあったかもしれないと。で、私たちの世界のですね、はい、ティラノサウルスにちょっと目を向けてみると、はい、これティラノサウルスもですね、時代によってですね、その
想像されたその姿がですね、はい、変わっていったんですけども、ね、90年代そうですね、だから体を横倒しにしてちょうど腰のところの前と後ろでバランスを取るような形で歩いただろうというような説が出て、はい、まあ、それが復元の主流になっていたんですね。あとは実際に足跡とかもこういう尻尾引きずったとか全く見つかってないんですよ。ああ、じゃあついてるわけないってことですよね、はい、だからつかずに歩いたんだろうということで、まあ、こういう復元になったのが2000年の10年ぐらいですかね。うん、私小学校の時に小5かな、一時期恐竜にすごいハマってて、はい、放課後に図書室行って恐竜図鑑を友達と2人で全部スケッチするっていうのやってたんですけど、うん、私の中ティラノもこのイメージなんですよね、うん、すごい、これをすごいスケッチしてた。あ、でも当時としては新しい図鑑ってもこれなって、あ、本当ですか。図書室とかだと古いところのやつもたまにあるんで、はい、比べてみると面白いんですよね。確かに、うん、でこれ一番右が最近の復元ですね。最近なんですね、はい、結構このティラノサウルスの近い仲間で、はい、羽毛が生えてるようなものがいくつか見つかったりしたので、そうなんだ、一時期全身に生やした復元もあったんですけど、最近はちょっとそこからちょっと一歩引いて、はい、一部に毛が生えてるような復元をする方がですね、例えばその背中のところとか、はいはい、これティラノあれですね、これ羽毛だったんですね。あ、そうです、頭の上のところはちょっと羽毛があるような表現で、背中ですね。あ、はい、後頭部から背中にかけて羽毛がある復元のスタイルです、ね。はい、うん、あ、私ちょっともうあの勉強不足ですけど、このティラノのイメージは全くなくてですね、今こういう感じ、うん、こうなんだ、復元図も出てるっていう。あ、そうなんだ。あとは場合によってはその子供の時は毛があって大人になったら毛がなくなる。ああ、なるほど。まだそのティラノサウルスそのものからは羽毛の化石見つかってないので。あ、そうなんですね、うん、その近い仲間で見つかってるんで、そうだったんじゃないか、ないかっていう、うん、でもこれからじゃあいろいろ発掘されていく中でもしかしたら見つかるかもしれないっていう。はい、だからつまり諸説ありなんですよね。まあ、そうですよね、うん、私たちの世界のティラノサウルスはもしかしたら全身に毛が生えたかもしれないし、うん、ティラノサウルスの大きさまで巨大化すると毛がその退化して、はい、ほとんど毛がなかったかもしれないし、はい、っていうところでまだこれからの研究に行きたいってところなんですけども、はい、やっぱりそれはですね、ガチオガラスのことを思い出すと、はい、ポケモンの世界でもなんか似たようなことが言われてるわけですよ、ね、なるほどなるほど、うん、この首周りだけじゃなくって、うん、全身にあったかもしれないっていう。でも現実で言われていることを本当ポケモンの世界でもリンクしてるって言って、ね、面白いですね。面白いですよね。あら、お友達が来てくれた。お友達が発掘、はい、ピカチュウ。あ、ピカチュウピカチュウだよ。よだれ出ちゃった。ピカチュウだ。どうしよう。俺多分このここ10年で一番にやけてるけど。ピカチュウ、かわいい。いや、どうしよう。本当にすっごい、なんかどんな芸能人会えた時よりも嬉しいんだけど。かわいい。ダメだ。かわいすぎる。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。お二人とも本当ありがとうございました。はい、ピカチュウもありがとうございます。じゃあ最後にご覧いただいている皆さんに相葉先生から一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、ポケモン化石博物館ですね、2023年の7月から、はい、12月の頭までですね、はいはい、開催しています。ポケモンとですね、化石、はい、両方ともですね楽しみながら、はい、詳しくなっていただける、大人でも子どもでも、うん、どんな方でもですね、はい、楽しんでいただけると思いますので、はい、ぜひ皆様ですねお誘い合わせいただきまして、はい、展示へ遊びに来てください。今日でちょっと動画撮らせていただいた以外にもたくさん展示物ありますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。ということで本当にここまでご視聴いただきありがとうございました。お二人も皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイって